ファインイードルは日本の競争馬である。2018年の高松の宮記念、スプリンターズステークスに優勝、史上5頭目の春秋スプリント GI 連覇を果たし、この年の JRA 賞最優秀短距離馬に選出された。2015年9月19日に行われた阪神競馬場の新馬戦で、藤岡孝太を安城に迎えてデビューするも、4着に敗れる。 続く10月の未勝利戦を経て、11月の未勝利戦で初勝利を挙げる。12月の2歳500万下では、短期免許を取得して来日中だったアンドレア・ゼニに乗り換わり、2着に敗れるも、明け3歳で初のレースとなる、次層に新山記念を選択する。川田やび岐市と久々のコンビ結成となった初戦のシルクロードステークスでは、 道中高一追走から直線で鮮やかに抜け出して、重賞2勝目を挙げる。迎えた、高松の宮記念は中断に控え、直線で外から足を伸ばすと早めに抜け出した、レッツゴードンキを、ゴール前、花さでかわして、GI 初制覇を果たした。またこの勝利がゴドルフィンにとっての日本における、GI 初制覇となった。次走には、香港のチェアマンズスプリントプライズが選ばれた。 主戦の川田騎手に戦役があったためトミーベリー騎手が起用されたが、香港勢の壁は厚く4着に敗れた。その後は休養に入り、セントールステークスから始動。ズ綱が川田騎手に戻った。ここでは、重ばばをものともせずに、危うげなく抜け出し解消、連覇を果たした。一番人気に押された本番のスプリンターズステークスでは、中段からレースを進め、 直線抜け出しにかかったラブカンプーをゴール寸前で、差し切り、スプリント GI 連覇を成し遂げた。香港スプリントではゲートで長時間待たされた影響も、あり、発着に敗れる。年が明けた2019年1月8日、高橋義忠調教師により現役引退を発表。翌9日付で競争場登録を抹消。引退後は、ダーレージャパンスタディオンコンプレックスで、種棒入りする。 以下の内容は、netkeiba.com よびジャビスサーチに基づく。ファインニードル、レーシングインフォメーション。香港裁判会。2018年12月9日閲覧。鉄所製針から馬筆資料、裁判詩人。香港裁判会。2018年12月9日閲覧。AB ファインニードル語が競争馬登録抹消。日本中央系馬会。 2019年1月9日閲覧。シルクロード S、ファインイードル、重賞2勝目。高松の宮記念へ、主役名乗り。スポーツ放置。2018年3月26日、閲覧。ファインイードルが、春のスプリント王に輝く。高松の宮記念 NETKEIBA.com。2018年3月26日閲覧。ゴドルフィン軍団十四度目挑戦で。 英館、高松の宮記念曲馬プレミアム。p.nikkanspoorts.com。2019年2月19日閲覧。インク、3K デジタル、3継承戦闘ールエース高松の宮記念 V 馬、ファインニードルが、貫禄の連馬。サンスポーズバット、競馬。2019年2月19日閲覧。インク、3K デジタル、スプリンターズ S。 ファインイードルがスプリント GI 春秋制覇。サンスポーズバット競馬。2019年2月19日閲覧。ファインイードルが電撃引退。サンケイスポーツ。2019年1月9日閲覧。ファインイードルの競争成績。ネトキバネットドリーマーズ仕様。リミテッド。2020年9月19日閲覧。ファインイードル競争成績。ジャビスサーチ。 公益社団法人日本経手話協会、二千二十年九月十九日閲覧。ABC 血統情報五大血統表、ファインニードルジャビスサーチ、ジャビスサーチ。公益社団法人日本経手話協会、二千十八年三月二十六日閲覧。AB ファインニードルの血統表、netkeiba. ドット 2018年3月26日閲覧。ニードルクラフト、ジャビスサーチ。www.jbis.or.jp。2019年2月20日閲覧。フラクシオネル、ジャビスサーチ。www.jbis.or.jp。2019年2月20日閲覧。ガリトン、ジャビスサーチ。 www.jbis.or.jp 二千十九年二月二十日閲覧。ティロルジャビスサーチ www.jbis.or.jp 二千十九年二月二十日閲覧。ラボリージャビスサーチ www.jbis.or.jp 二千十九年二月二十日閲覧。ありがとうございます。